タミヤ・トラヒコは昭和期の小説家。足摺岬や絵本など希望のない時代の孤独な知識人の暗い青春を描いた半自伝的作品や弱者に対するしみじみとした愛情に支えられた独特のリアリズム小説を発表し戦後高い評価を受けた。落城、霧の中などの歴史物でも知られる東京を生まれ神戸市に育つ。 専院である父親の都合で転居を繰り返し、兵庫県立第一神戸中学校から第三高等学校を卒業。参考では、彼の入学年度から保障教授制度により、学生の管理が厳しくなったが、別に不自由な制度とは思わず、実に自由に遊び放けて、参考生活に突入していったと自ら明るい、学生生活を振り返っている。 東京帝国大学文学部国文学科在学中から導入し、日語読みに参加し、小説、一軸などを発表した。1936年、人民文庫総監と共に参加するが、治安維持法により旅重なる発禁処分を受けた人民文庫は廃刊。沈没しようとしていた船から、いち早く脱出したネズミと、古沢元は自主解散派だったタミヤを表した。 その後、女学校教師などをしながら、小説修行を続ける。1947年に、世界文化に発表した、霧の中で注目され、小説家生活に入る。精力的に作品を発表し、1951年、絵本で毎日出版文化賞を受ける。1956年11月、妻を遺んで失って、悲観に暮れる。妻、千代の妹は、 英文学者、小田島雄氏の妻。1957年、防災との往復書館が愛の形見の題名で公文社から刊行されベストセラーとなり多くの日本人が感動した。しかし、群像1957年10月号で、平野健が誰かが言わねばならぬ。愛の形見批判で夫婦間や文学間を変態的と評論し、 1980年7月には、小田切秀夫が、カルチャーセンターの講義で、平野健さんから聞いた話として、タミヤのことを、愛の形見の印税で女と遊んでいたと発言。これに対し、タミヤは、新朝1980年10月号に、将軍、トルストイとスターリンを発表し、抗議した。1988年1月に、脳梗塞で倒れ日産玉川病院にて療養。 右半身不遂になり、同年4月9日午前9時15分頃、同居人である旧友の子息の不在中に、東京都港区北青山2丁目のマンション11階ベランダから、投身自殺を図る。その後東京女子医科大学病院へ搬送されたが、午前10時、前に死亡が確認された。脳梗塞が再発してが痺れて思い通りに、執筆できなくなったため、 命を絶つとの遺書が残されていた。去年77。墓所は多摩霊園にある。長男のタミヤ・ヒョウエは気候学者で、帝京平成大学教授。次男のタミヤ・ケンジはトランペット奏者で、東邦学園大学教授。父は高知市、母は上郡高州村の出身。高知へ帰ることも多く、土佐を郷里と意識していた。 足摺りなどとさを題材とした作品も多い。船員の父親から激しい折感を受けて育ち、父との折り合いが悪く大学在学中も母の密かな仕送りで生活していた。菊坂、絵本、足摺り異母兄弟といった、タミヤの小説の基本モティフは、人が人であることへの絶望感である。絵本そして、絵本の続編的内容である、足摺りなどが、 代表作とされる。その小説世界は今なお多くの心を捉えている。霧の中、落城などの歴史小説も評価が高く、母親戦争から15年戦争にかけて激動の時代の中で運命に翻弄される人々の絶望、それに苦悩する魂を整列な叙情で綴った。NHK で放映した彼の作品の特集番組では昭和のあの暗い時代と現代と何が、 どれほど本質的に変わったのかとタミヤ自身が語る映像で締めくくっている。足摺岬にある文学人とも編著上記のほか、テレビドラマとして1956年から1978年までの間に少なくとも30本の作品が放送されている。ありがとうございます。